なるみさん、今日のは誤解よ。まだ私のこと疑ってる？疑ってるも何もあなたが犯人なのは間違いない。だから違うんだって。バッグから落ちたお金を拾ってあげただけで、なるみさんの積立金を盗むとかありえない。バッグから落ちてた積立金の封筒をあなたが偶然拾ったって言いたいのね。当たり前じゃん。今日の食事会ではみんな積立金を持参してたのに、そんな中盗むなんて不可能だもん。バッグを調べられたらすぐにバレるでしょ。なるみさんがお金がないって騒ぎ出した時はびっくりしたけど。あなたは食事会の最初で拾ってたんだよね。そうだよ。じゃあなんですぐに渡さずに1時間半も自分で持ってたの？みんなの前でなるみさんに恥をかかせたらいけないなと思って。お金を落とすおっちょこちょいな女だなんて思われたくないでしょ。じゃあ言わせてもらうけど、積立金のお金はバッグの中に入れてなかった。は？厳密に言えばバッグの中のさらにもう一つのポーチの中に入れてた。だから封筒だけが落ちるなんてことはありえないの。わかった？へえ、そうなんだ。じゃあ私が盗んだってことはバレバレだったってことか。みんなの前では泣きの演技して私は悪くないみたいなアピールしてたけど、あなたがお金を盗んだことはちゃんとわかってる。盗んだって人聞き悪いな。ちゃんと返したじゃん。どういうつもりだったの？あなたが言ってた通り、盗んだところで最後にはバレることだったのに。けどさ、みんな私のことをかわいそうって言ってくれたんだよ。お金を拾ってあげたのに、なるみさんがせめて最低だってみんな言ってた。下手な嘘泣きまでして。けどさ、なるみさんがバッグの中に入れてたのかポーチの中に入れてたのかは誰もわかんないよね。それに私の泣きの演技でみんな騙されてたし。なるほどね。そうやって私を悪者に仕立て上げようって魂胆か。私はなるみさんのためを思って最後までこっそり持ってたのに、それをお金を盗んだやつなんて言われたら、なるみさんが悪者になっちゃうよね。あなたの話を信じている人も半分ぐらいだけだと思うけど。別にいいよ。これから仲間を増やしていけばいいんだから。あなた何がしたいわけ？それは後からのお楽しみ。けどこの LINE をみんなに見せればどっちが嘘をついてるか丸わかり。なるみさんって大手企業で働いてるんでしょ？今関係ある？ということは、なるみさんパソコンはもちろん使えるんだよね。まあ人並み程度には。画像編集とかができればこんなのいくらでも偽装ができる。は？もしこのスクショをなるみさんがみんなに見せるって言うんだったら、また私の泣きの演技が入るってわけ。そして私も同じような画像編集をして、こんな会話してませんよってアピールすれば、なるみさんは完全に孤立する。あなたが嘘をついてることの証明なんていくらでもできる。ただことを大きくしたくないからこうやって直接注意をしてるの。これ以上ふざけた真似をしないで。私はふざけてなくて大真面目。これから少しずつなるみさんの周りの友達を削っていくから、そのつもりで。周りから人が離れていくってどんな気分なんだろうね。ああ、今から楽しみ。今のうちにやめておかないと地獄を見ることになるのはあなたの方。はいはい、おつ。私の名前はなるみ。タオマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のみすずさん。彼女は仕事の都合でしばらくこの街を離れていたみたいで、最近また帰ってきたらしい。私はほぼ初対面だったから、彼女がこんな性格なんて知らなかった。みんなの前では猫をかぶってるみたいだし、何を企んでるのかな。1ヶ月後。今日は旅行よ、なるみさん。なるみさんの周りから友達が減ったけど、どんな気分なのか教えてよ。簡単に嘘を信じてくれるから楽だ。今ではほとんどの人がなるみさんの悪口を言ってるよ。私の周りから友達が減った？笑わせないで。現にあなたのことを疑ってる人がいっぱい。あなたにいじめられたとか、物を盗まれたって言えばみんな信じてくれたもん。確かに私の周りから人が減ったけど、それは友達でも何でもない。は？私のことをいつも引きずり下ろそうと願っている人たちや、噂話が大好きな人たち。私の本当の友達は誰一人離れていってないから、お気遣いなく。何それっぽいこと言ってごまかしてんの？実際なるみさんの周りから人が減ったのは事実。逆にありがとう。そんな変な人たちを引き取ってくれて。私のお金に群がってくるだけのような友達でもない人はいらないから。そんな澄まし顔できるのも今だっけ？
今日の旅行であなたは私の偉大さを知ることになる。その時は私の下僕になって土下座して謝ってね。前から思ってたんだけど、私あなたに何かした？なんでそんなに目の敵にするのよ。なるみさんは引っ越してきてそんなに経ってないでしょ。なるみさんが来る前は私がみんなの中心だったの。それなのに帰ってきたら新参者がでかい顔してるんだから腹立つに決まってる。なるほど、あなたも嫉妬ね。うるさい、今日のサプライズ楽しみにしてる。その日の夕方、キャー、大変、お金がなくなってる。みんなから集めてた積立金がなくなっちゃった。なるみさんが犯人だってみんなに言いふらすから。嘘つくなよクズ野郎。え、積立金の集金係はあなたでしょ。みんなから集めてたのにそのお金がなくなった。さっきなるみさんに私のバッグを預けたよね。この時に盗んだって証言が二人から上がってる。適当なこと言うな。お金は盗んでないし、バッグ調べてもいい。じゃあなるみさんも今すぐに私の部屋に来て。今みんな集めてなるみさんが盗んだってことを説明したから、自分は犯人じゃないって言うなら説明して誤解を解いてね。あなたの今までの LINE のやり取りをみんなに送った。だからこれはいくらでも加工できる。こんなんじゃ信用できないってみんな言ってるわ。そしてあなたがここ最近競馬に行きまくってるって証拠写真と動画も。え、ちょっと何、その動画見せなさい。バッチリ私が写ってるじゃない。盗撮よ盗撮。偶然たまたま景色を撮ろうと思ったら写り込んでたみたい。あなたはこのお金はどこから準備したの？そんなのもちろん自分の小遣いからに決まってるでしょ。けどあなたは積立金のお金を集金する係だったよね。それで偶然お金がなくなった。ふーん。あなたがお金を盗んだところ見たって人もいるんだから。その人って福田さんと町田さんでしょ？そうだけど誰から聞いたの？聞かなくてもわかるよ。その二人ここ最近ブランド物買ったりしてるし。積立金を三人で山分けしたんじゃないの？証拠もないくせに適当なこと言うな。今さらに動画をもう一本送った。何これ、なるみさんが写ってるけど。あなたからバッグを渡された時、なんか嫌な予感したから動画撮影してもらってた。盗んでないことはその動画を見ればわかるでしょ。こんなものいくらでも偽装ができる。あなたが私にバッグを預けて帰ってくるまでずっと動画続いてるのに、いつ盗む暇があるの？これもきっと画像編集か何かよ。ダメよ、みんな騙されちゃ。ここで認めれば許してあげようと思ったのに。じゃあもう一本動画を送ります。な、何よこれ。あなたたち三人が積立金を山分けしてる動画。こんな大金何に使おうか悩むけど、本当にバレないの大丈夫？なるみさんに罪をなすりつけるから大丈夫だってね。違う、こんな事実はない。じゃあみんなの顔見てみたら。みすずさんのことを信じているかなんてみんなの反応を見ればわかる。ちなみに私のバッグと部屋はいくら調べてもらっても構わない。違うのよみんな、私たちはそんなことしてないから信じて。今までだってなるみさんに意地悪されてきたのは私たち。私じゃなくてなるみさんの言うことを信じるわけ。もう少しで部屋に着くから、それじゃあゆっくり話そうか。なんでそんな目で見るのよ。なんなのよあんたたち。15人分の積立金を盗んで豪遊するなんていい度胸だね。ちなみに他にも証拠はいくらでもあるからさ、ゆっくり裁判でもしましょ。なんで誰も私たちを信じないのよ。ゆりとひまわりとみすずの LINE。 大嘘つき泥棒女のみすずさんじゃないですか。私たちの積立金絶対明日返してくださいね。なんで誰も信じてくれないの。私は犯人じゃないって言ってるじゃない。あの二人が認めた以上それは無理がありますよ。しかもあなたから持ちかけられたって言ってましたし。はあ、何のこと。嘘つきやがって、あいつら二人絶対に許さない。二人はちゃんとお金を返してくれたので、あとはあなただけです。明日の朝現金で返さなかったら旦那さんに連絡ですからね。分かってるわよ、そんなこといちいち言われなくても。それになるみさんに罪を着せようなんて本当に浅ましい人間ですね。なるみさんがそんなことするわけないってみんな分かってましたから。だけどみんななるみさんのそばから離れて行ってたじゃない。それなのに急に手のひら返して見てて気持ち悪かった。それは裏で私が細工をしていたからです。あ、わざとそう動くようにと皆さんにお願いしたんです。なんでわざわざ。
あなたが嘘ついてるってことをみんなに証明するためです。みんなあなたのことを疑ってはいたようですが、決定的な証拠はなかったので、ユリが私の言う通りに行動してくれれば次の旅行で化けの皮が剥がれますって伝えていたんです。なんなのそれ、聞いてない。本当におバカさんですね。あなたに言うわけないじゃないですか。私の完璧な計画が。全然完璧じゃないどころかずさんすぎますけどね。ほんとなるみさんって変な人に好かれやすいですよね。だけどそんななるみさんを守るのは私の役目。なるみさんを守る役目って意味わかんないから。2年前なるみさんは私を痴漢から助けてくれました。あの時から私はなるみさんのために生きると誓ったんです。なるみさんがいなかったら痴漢男の腕を切り落として今頃警察のお世話になってたもんね。だからなるみさんにはとても恩義を感じていますし、なるみさんのことが大好きです。あっそ、聞いてない。それより私お金を準備しなきゃいけないのに、どうしよう。また他の方法を考えて他人に罪をなすりつけるとか。私のなるみさんをよくも困らせてくれましたね。は？困ってるのはこっちなんだよ。なんかいつもとだいぶ印象が違いますけど。嘘だってバレたら今さら猫かぶる必要もないでしょ。私の大切ななるみさんを傷つけてよくもそんな。最近戻ってきたみすずさんは知らないのかもしれないですけど、ユリを怒らせるとやばいんです。存在自体を消されたくなかったらおとなしくしててください。ますます意味わかんないわね。なんかみんなの周りで死神ってワードよく聞くし、引っ越した人とか多すぎじゃない？初期のメンバーほとんどいないんだけど。それは全員なるみさんに迷惑をかけたからですよ。都市伝説かよ。だいたい私は何も悪くない。騙される方が悪いの、バーカ。その言葉忘れないでくださいね。ん？私、なるみさんに関わった人のことは1分1秒漏らすことなくしっかりと調べています。さすがですね、死神さんは。はぁ？なんでもないですよ、女神様。じゃあ私のことも知ってるって言いたいわけ？当たり前です。あなたは先週の月曜日16時51分39秒に鼻血を出しましたね。それぐらい知っててもおかしくな。ではあなたが小学校3年生の頃、大輝くんに告白してみんなの前で振られたこと、中学校に上がり同じ人に12回ラブレターを渡して全部破られたこと、それから高校生の時。なんなのよこいつ、気持ち悪。私の情報をお金を使って集めたってことね。ユリの手にかかればお金なんか払わずとも調べるのはたやすいです。どうやって調べてるかは謎ですけど。私のことを調べ尽くして脅そうって魂胆か。違いますよ、私はただゲームをしたいだけなんです。ゲーム？ゲーム？私もしたいしたい。論破ゲームなんていかがでしょうか。何そのゲーム。あなたが犯した罪が私の手元に15件あります。ああもちろん小さなものを合わせたら何百とあるんですが、大きなものだけピックアップしてます。そんな悪いことしたかな。いや絶対にしてるでしょこれ。まずは不倫をしたこと、お友達さんから大金を奪ったこと、会社の後輩をいじめていること、両親に嘘を言ってお金を借りたこと、物を盗んだこと、それから。ちょっと待ちなさいよ、いくつか嘘が混じってる。いくつかってことは本当のこともあるってことですか。思い当たるのもあるけど全くわからないやつもある。後輩に冷たくしたことはあったけどいじめなんてしてない。あなたが行った悪事をそれぞれの関連する人に送りました。はあ、勝手なことしてんじゃないわよ。おー怖い。先ほどのなるみさんの論破はとても気持ちよくて見ててすっきりしました。なのであなたも無実だというのなら身の潔白を自分で証明してください。なるほど、そうやって本当に悪さしてるのは言い訳をして、ユリが入れたダミーの内容もやってないって証明しないといけないのか。それって結構大変なんじゃないですか。やってないことをやってないっていうのの何が難しいの。やってないことを証明する方が証拠がなくて難しいんですよ。たまにはまともなことを言うではないですか、ひまわり。褒められた。それじゃあ私は今からみんなに言い訳をしつつ嘘も隠さないといけないの。でも大丈夫ですよ、あなたはお友達が多いんですよね。なら誠心誠意心に訴えかければ皆さん信じてくれるはず。そんなの無理よ、
不信感を持った人間は何を言っても信じないんだから。確かに一回疑われると結構言い訳って大変ですよね。ましてやその証拠も集めないといけないわけですから。ちょっと待って、そういえばさっき関係者に送ったって。はい、本当にしてないやつもあるのに。でも難しいですよね。自分は悪くないと思ってても相手がそう受け取っているとは限らない。自分が本当に犯した悪事なのかユリのダミーか見分けるのも大変です。本当にいいところをつきますね、ひまわり。あなたがいじめをしていないと言っても当の本人はどう思っているのか、それとも私が用意したダミーに乗っかっているのか。そんなの私じゃ確認のしようがない。こんなのゲームにならない一方的ないじめ。あなたがなるみさんにしたことではないですか。ましてやそれでお金まで奪おうとしてたんですから、あなたの方がひどいです。いやでも、それにあなたは先ほど言っていましたよね、騙される方が悪いんだって。いやそれはその言葉のあやっていうかなんていうか、私実は二重人格でさ、嘘つきたくないのに体が勝手にやっちゃうの。ではそのことを皆さんに正直にお話ししては。信じてくれる人がいるといいですね。それでは論破ゲームスタートです。これから大変そうですね。なんでこうなるのよ。私は悪くない、悪くない、悪くないのよ。嘘をついた人が嘘に殺される、これが本当の因果応報です。さあ気を取り直してみんなで夜食でも食べよう。さっきあれだけ食べたのにまだ食べるんです。デザートは別腹だよ。行こうユリ、なるみさんも行きますよ。はあ。その後みすずさんはみんなから白い目で見られたこともあり、旅行2日目は一緒に行動しなかった。お金は朝一みんなに現金で返してもらえた。だいたい人のお金を盗んで自分たちだけ使うなんてふざけてるよね。あ、積み立て金を使い込んだって二人は本当にみすずさんに脅されていたらしく、物を買うのも強要されたらしい。今回は謝罪をしてみんな許したんだけど、みすずさんのことは誰も許すはずがなく、彼女を問い詰めようとしたんだけど、それどころじゃなかった。家では旦那さんに詰められ、職場では上司に詰められ、自分の両親や義実家からの鬼電話、他にも友達とかからも連絡が来てて、慌ただしい一ヶ月を過ごしたんじゃないかな。結局どれが本当でどれが嘘なのかみすずさん本人も分かってない。必死に言い訳をしたけど離婚することになり、会社もクビになった。実家には帰れないって言ってたから一人暮らしをするんだろうね。そういえばお友達さんを騙してお金を払わせてたみたいで、そのお金も一括現金で返金したそう。彼女にはもう何も残ってないね。まあ全部自業自得。みずきさんこんばんは。さっき私みずきさんを見かけたのよ。エリサさんこんばんは。そうなんだ。こんな時間まで仕事？大変ね。いつもはだいたい定時で終わるんだけどね、今日はちょっと残業になっちゃった。生活苦しいの？え？いやごめんなさい。そうよね、苦しいから働いているのよね。私ったら余計なこと言っちゃったわ、ごめんなさい。はあ。ね、私今まで働いたことがないのよ。働くのってどんな気分なの？私の場合は楽しいけどね、やりがいがあるし。楽しい？みずきさんってすごいのね。私だったら絶対に考えられない。そうやって自分のことを鼓舞しているなんて強い人だわ。はあ？ほら、うちは旦那が外資系に勤めているでしょ？いや、知らんけど。まったくもう、みずきさんったら素直じゃないのね。ま、そういうことなの。だから私は働かなくていいのよ。そんなことを言うためにわざわざ連絡してきたの？やだ、怒っちゃった？そうよね、こっちはみずきさんがせこせこ働いている間に優雅に専業主婦やってるんだもの。そりゃ私に嫉妬しちゃう気持ちもわからなくはないわね。あの、エリサさんっておめでたいって言われたことない？ちょっとどういう意味よ。まあ仕方ないわよね、だって夫が外資系なんだもの。知ってる？外資系って。うちの夫はシュラインターナショナルに勤めてるの。知らない会社だね。まあ知らなくて当然でしょ。だって水木さんは漬物会社で働いているんだもの。そんな人が外資系なんて関係ないでしょ。そんなことないよ、外資系の企業とも取引はあるけど。シュラインターナショナルね。あ、
強がっちゃって。でもいいわよね、外資系。あたし結婚して本当によかったわ。それに子供だって可愛いし、専業主婦をしながらのんびり子育て、これが女の夢ってものよね。そのクソデカ代名詞みたいなのやめてくんない？女だって出産や結婚を望まない人もいるし、バリバリ働きたい人だっているんだけど。なんなん、それはね、専業主婦をしながらゆっくりできない女たちが嫉妬して言ってることなのよ。ほら、やっぱり嫉妬してるのね。疲れる。何言っても無駄だろうし、もういいや。こっちももういいわよ。うちは外資系で働く夫がいて幸せよって、そういう幸せのお裾分けをしてあげようと思っただけなのに、水木さんは嫉妬がひどいからもういいわよ。はいはい、さようなら。私の名前は水木、漬物会社で働く兼業主婦だよ。私の働いている会社は実はママ友が作った会社なの。漬物名人として有名になってね、それがきっかけだったんだ。私は親戚の介護を手伝っていたんだけど、人手が足りるようになったからさ、じゃあまた働こうと思っていたタイミングで社長に声をかけてもらったんだ。今の会社はすごくいいの。みんな仲がいいし、やりがいもあるし、働くのって面倒な時もあるけどさ、私は基本的に好きかな。でもエリサさんは違うみたいだね。別にみんな価値観はそれぞれ違っていいと思うんだけど、まあ外資系外資系ってうるさくて、そんなのどうでもいいし、そもそも働いているのは旦那さんなのにね。とにかくこの人のマウントがあまりにもひどいんでさ、さぞかし大きな会社だと思って調べてみたんだよ。そうしたら。水木さんおはよう。今日出勤するところ見たわよ。今日は天気もあんまり良くないのに散々ね。おはよう。あら、働いてるのにスマホ見れるの？へえ、ぬるい会社ね。今日は10時から仕事だよ。今は会社近くのカフェでのんびりしてるとこ。何それ、自慢？これのどこが自慢になるんだか。ふん、まあいいわよ。主婦が働くなんて負け組なんだから。夫が外資系で高収入な私に嫉妬してるんでしょう。うちの夫は年収1000万以上だし、私は専業主婦で最高よ。いや、日本の会社だよね。え？シュラインターナショナルって会社、日本の会社だよ。やだ、何言ってるの？インターナショナルよ、インターナショナル。まさかだけど、インターナショナルって名前だけで判断したの？普通に日本の会社だよ。会長さんは田中太郎さん。太郎？そうだね、海外の健康食品とかを輸入しているのかな。よくわからないけど、サプリとか売ってるみたい。宝石とかじゃなくて？というか、あれだけ偉そうにしていたのに調べてもなかったの？だってインターナショナルよ。マジか、ウケる。笑わないでよ。何をバカにして。バカにしてって、あんだけマウント取ってたくせに。はあ、おかしいの。もう朝から笑わせてくれるね。何よ。でも日本の会社だったとしても、海外と大きな事業を展開しているのよ。実際に私はいい生活をしているんだからね。そこなんだよね、ちょっと変だなと思って。変？うん、調べてみたんだけど、シュラインターナショナルは正直小さな会社でね。でも水木さんのとこよりは大きいのよね。いや、社員数はうちの10分の1以下だよ。はあ？うちの会社は勢いがすごいからね。ま、それはさておき、調べたら年収も出てきたんだけどさ。数億とか？いや、それが30代の社員で年収400万って出たんだよ。エリサさんの旦那さんは40代だよね。まあ、これは口コミサイトの投稿だから当てにはならないと思うけど。400万？頭痛くなってきた。大丈夫？痛くなってきた、になってるよ。だって嘘でしょ？うちはいいマンションに住んでるのよ。家賃っていくらくらいなの？聞いてよければだけど。知らない。え？だってお金のことは全部旦那がやってるんだもの。それにお金がなくなったら旦那がくれるし。何これ、どういうことなの？よくわからないけど、まあお給料以外の収入があるんだろうね。何よそれー。
いや、なんだか怪しい話になってきたね。それにしてもインターナショナルだから外資系ってちょっとあまりにも単純すぎて、エリサさんが可愛く見えたよ。彼女は私よりも7歳くらいかな、年下だしね。家も近所で子供会でもたまーに交流があるんだけど、いや、ここまでぶっ飛んでる人だとは思ってなかったよ。それにしてもインターナショナルちょっと壺に入っちゃったよ。さて、気になるのは裕福な生活の秘密だよね。調べてみた限り、まあ小さい会社なんだよ。お給料だって決して多くはないんだけど、まあ実際に別に収入があったんだよね。もういやー。あれ、エリサさんじゃん。外資系にお勤めの旦那さんは元気？もうごめんごめん、ちょっとからかっただけ。で、どうしたのよ。義母だったの。え？義母が旦那に送金してたのよ。ああ、あのお金の話ね。旦那さんがお給料以外に収入があるんじゃないかってやつ。そう、それそれ。私ね、思い切って旦那に聞いてみたの。そうしたらあいつ逆ギレしやがったのよ。逆ギレ。お前が金ばっかり使ってるのが悪い、なんで責められないといけないんだって。いきなり責めたの？だって私何も聞かされてなかったんだもの。まあ気持ちはわかるけどさ。それでしつこく聞いたらやっと言ったの。ママがお金を送ってくれてるんだって。ママ。はあ、ママね、ママ。私がママって言ってるんじゃないわよ。あいつ、私には内緒でママって呼んでたのよ。それってまさかだけど。マザコンだったのよ。まあ、それでも隠しててくれたんでしょ？それならね。嫌よ、嫌に決まってるでしょ、マザコンなんて。いい歳した大人がママなんておかしいじゃないの。でも私の知り合いの外国人もママって呼んでるよ。ママだかマムだかマミーだかわからんけど。ほら、旦那さんもインターナショナルなんだし、いいんじゃないの？いいわけないでしょ。私こうなったら離婚する。え、ちょっと待ちなよ、落ち着きなって。そんなことだけで離婚するの？私はマザコンだけは絶対に嫌なのよ。エリサさんはもう大暴走していたよ。どうしてもマザコンだってことが受け入れられなかったみたい。隠されていたのが余計に気持ち悪いとかなんとか。私個人としては旦那さんはお仕事もちゃんとしているし、まあエリサさんの散財なんかも許してくれていたんだから離婚までしなくてもって思うんだけどね。罪悪感があるからママ呼びとかお金のことは黙っていたんだろうし、夫婦だもの、こういう隠し事は良くないけどさ、離婚の前にまずは話し合うべきだよね。話し合ってそれでもダメなら離婚だろうけどさ、ちゃんと順番を考えないと。数週間後。旦那と再婚したい。ね、こうなるんだよ。はあ？何の話よ。いや、こっちの話。私の話ちゃんと聞く気あるの？あるわけないでしょう。エリサさん散々私にマウント取ってきてたよね。てか、そんな私にわざわざ連絡してくるって、他に連絡する人いないの？うるさいわね。だってマザコン夫と離婚して幸せになるって大騒ぎしてなかったっけ？そうよ、離婚したのよ。でも実家からは受け入れ拒否されたの。子供だけは受け入れるけどお前は帰ってくるなって。あ、お子さんはご実家で受け入れてもらえたんだね。それにエリサさんを受け入れないってことはまともなご実家なんだ。よかったよかった。まともじゃないわよ。勢いだけで離婚してお前はバカかって言われたのよ。その通りでしょう。元旦那さんがいろいろ隠していたのはそりゃ許せないことかもしれないよ。でもちゃんと話し合いしなかったんでしょ？話し合いをしても無駄だと思ったのよ。じゃあ無駄なんじゃん。でもどうしたらいいのよ。今まで裕福な生活していたのに。再婚したい、今すぐ再婚したい。再婚したらまたマザコン旦那さんに悩むんでしょ？そんなのどうでもいいわよ。マザコンなんてそもそも知らなかったんだし。ああ、なんで私はこんなに不幸なの？酔ってるところ申し訳ないけどさ、どうでもいいからもう連絡切るね。ちょっと待って。私ウィークリーマンションを契約したんだけど、このままじゃお金なくなっちゃうのよ。無理だよ。だって働くのは負け組なんでしょ？ごめんなさい。
その後、結局エリサさんは支払いができなかったので、ウィークリーマンションを出ることになったよ。寝カフェで寝泊まりしていたんだけど、それじゃあ住所もないし働けないよね。ってことで実家に、と思いきや、ご実家は割としっかりしててさ、親戚で牧場やってる人がいるからそちらに送ったんだ。最初は文句を言っていたみたいだけど、そんなこと言ったら追い出されるからね。今はエリサさんも必死に働いているみたいだよ。働いている中でやりがいみたいなものが見つかればいいけどね。ちなみに元旦那さんだけど、マザコンではあるけどそこまでねっとりした感じじゃないみたい。ただエリサさんの散財をちゃんと注意できなくてママに頼ったってところなのかな。どっちもどっちだし、私は赤の他人だから何も言えないけど、二人はちゃんと相談するべきだったろうね。子供とも離れて元旦那さんも苦労しているみたいだから。さ、私も明日の仕事で使うメモをまとめておこうかな。メモは自分だけが見るものだと猫柄を使ってるの。うちのニャニャ丸に似てて可愛いんだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。